日本近畿地方大阪府大阪市中央区、天馬橋協調天馬橋協調は、大阪府大阪市中央区の町名。定番を持たない単独町名である、大阪市中央区の北部に位置。北は旧淀川を挟んで、北区天馬橋、西は北浜あ東,東は大手前、南は国町と、それぞれ接する。大川に架か,かる天馬橋みなみめの地域で、 1989年に中央区が誕生するまでは旧東区京橋2丁目であった。地内には京阪電気鉄道、大阪メトロの天間橋駅があり、2005年には京阪シティモールが開業する。八軒家浜船月場と天間橋駅ビル、江戸時代より京橋という町名で、京街道沿いの町であったことに由来する。1989年に、 中央区が成立した際に、京橋一丁目が大手前一丁目に編入され、道二丁目が天満橋京町、道三丁目が北浜東と解消された。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。8県へ船木は大阪府大阪市中央区の町町あざ一覧、人口統計ラボ、2019年10月4日閲覧 AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧 AB、 天馬橋協調の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長。あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます